13分遅らせちゃって、こんばんは皆さん、ありがとうございます、来てくださって。こんばんは。今日は今日元気だよ。今日なぜ13分、意味はないです。特に9月じゃなかった。皆さん8月が始まりました、イエーイ。今日は8月1日でございます。パジャマです。ヒロさんありがとう。皆さん7月はどんな1ヶ月でしたか。こんばんは。おお、インドネシアからありがとうございます。こんばんは。そう、美月さんとね、一緒、多分たまたまなんですよ。でも私も高校生の時に買って、たまたま、そう、この間ショールーム見たら来てたから、一緒だと思って。えっ、何それ、クレープ、すごーい。今月はクレープなんですね。クレープありがとう。フォローしてありがとう。よちゃんに会いたくてたまに1ヶ月。ああ、ありがとう。あ、クレープありがとう。クレープありがとうございます。昨日のケーキ食べたよ。これはアイス柄です。アイスの柄になってます。え、クレープのポーズ何にする、みんな。なんかクレープはどうしようかな。今までテントウ犬とかゴマちゃんとかいろいろポーズを決めてたんですけど、今月はクレープみたいなので、クレープのポーズも決めなきゃ。イラちゃんと戦った。お、ありがとう。今日めっちゃいっぱいやってたからね。あ、アットマークさん、クマさん、ありがとうございます。クレープありがとう。どうしよう、クレープのポーズ。あ、これアイスか。これアイスかもしんない。あ、アイスか。これクレープに見えた。アイスなのかな。アイスか。確かにこれアイスかもしれない。こんばんは。アイスじゃんこれ。そうなんです。速度制限から解放されたユラはもうめちゃくちゃ今強いですよ。はい、最高かよ。これピザ、それもアイスだよね。アイスありがとう。クレープにしよう。アイスあるから、クレープのポーズ、みんな何がいい。クレープ、これはクレープの、クレープっぽくない。クレープありがとう。溶けました、クレープ。まあいっか、クレープで。ジン、クレープありがとう。クレープありがとう。めっちゃこれだらけになるやつね。そう、私なんか限定ギフトね、皆さん結構送ってくださるけんね。タコありがとう。はい、ですね、まず7月の振り返りからしようかな。今日は7月は何があったかな。7月は7月はそう、ずっと結構レッスンばっかりの日々だったりとかで、で握手会は空と二人レーンがあったりとか、あとは、あ、企画配信もしたんや。そう、先月は4800人、フォロワーさん4800人目指しますって言って、それに向けてなんかいろいろ企画配信とかしたりして、
お絵かきとか髪型とか、あの公演の実況配信とか、質問コーナーとか、いろんなことをした時があったり、ハートありがとう。あとは中国電力さんのイベントに出させてもらったり、あとは何と言っても、あの50ギガになってから初めてのね、通信速度制限にとかかって、速度制限に振り回される月でした。ちなみにあの Wi-Fi をずっと借りてたんですけど、ずっとハルルンさんがね貸してくださってたんですよ Wi-Fi。 本当に優しい。なんかたまたま私アイポンちゃんの部屋で、あのクレープありがとう、アイポンちゃんの部屋で Wi-Fi 借りようと思った時にハルルンさんにたまたま会って、ポケット Wi-Fi 使ってないから使っていいよって言ってくれて、めっちゃ優しいと思って、そのままお言葉に甘えてずっと借りてて、何日間か、それでめちゃくちゃ優しいです。ケーキを買ってありがとうございましたって一緒に返しました。はい、ってな感じかな。そして8月に入ったらですね、まず10、11、12で握手会があります。イエーイ。しかもですね、10と12は、浴衣イベントということで、あの浴衣を着て握手会に、そう3日間あるんですよ握手会が。そのうちの2日間があれなんです、浴衣なんです。だから10と12日は浴衣なんですけど、あのすごい楽しみなんですけど、10がですね、私なんかアイポンとソラが言ってたんだけど、一緒に一部って言ってたんだよね。だから多分一部になるから、ちょっと朝早いんですよね。ゆらちゃんの浴衣、たくもありがとう。11日13だけに会いに、ありがとう。本当に3日間も握手やるんですよ。じゃんけん大会の予選はいつだったっけ、多分でも10と12が確かあれです、浴衣です。お、10の一部遅くスタートで、あそうなんだ。じゃあいつもよりか遅いけど、私は多分一部だと思われます。12日初めて握手いきます。嬉しい、待っとるけんね、ありがとう。そう予備選をねするんですよ。そう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 、だから結構楽しみにしてて私もでですね、今回私はですね、皆さんあの知ってるとは思うんですが、一応ここで宣伝しとこう。はい、今回私はですね、じゃんけん大会全役です。ユニットじゃん、みゆみゆさんと組ませていただくことになりました。イエーイ。7月か初めて会ったの。いやー嬉しいですね。そうユニット面長いってめっちゃ言われた。ゆらーゆらーやってきた甘い声をプレゼントする会です。イエーイ。みゆみゆさんとどっちが背が高いの、私の方が高いんじゃないかも、わかんない、同じくらいかな。2人でユニット面の癖強いでしょ。で2人で組ませてもらうんですけど、ですね、私たちにはね、略して何がいいと思う？私たち2人の共通点はですね、まず甘い声が出せるところと
甘い声が出せるところと、あとはダンスが結構似てるって言われることがですね多いんですよ。みゆみゆさんすごいですよ。ひでさんありがとうね。似てるっていうか、みゆみゆさんの方が明らかにすごいんですけど、なんというか2人ともなんというか結構ダイナミックに踊るというか、お振りが大きい2人って言ったらいいのかな。私はみゆみゆさんのダンスを初めて見た時にすごい感動したというか、なんかファンになっちゃったんですね。STU こんなダンス上手い子がいたんだと思って、ね、だから私的にみゆみゆさんのダンスはもう今まで見てきたダンスの中でももう本当に好きな、トップ3に入るぐらい好きなダンスで、あの可愛らしい見た目でめちゃくちゃキビキビ踊るじゃないですか。めっちゃかっこいいんですよ、みゆみゆさんのダンス。色気もあって、こんばんありがとう。だからそのみゆみゆさんのダンスをぜひユニットを組めて一緒にできたらいいなとか、なんかいろいろと、その私の夢なんですけど、なんかダンス選抜とか ST の中でなんか作ったりしたいなとか思ってて、それでみゆみゆさんのダンスがすごく好きだったのでお誘いしてもらった時に、あ、ぜひお願いしますって思って組ませてもらいました。そう、あのね、見せ方がすっごい上手で、みゆみゆさんはなんというか一度見たら釘付けになりますよね。皆さん分かりますか？なんかこうみんなで踊っててもやっぱりもうひときわオーラがあるというか、みゆみゆさんのダンス、アイスだよ、ハートありがとう。だからぜひこの機会に組ませていただきたいですってなって、こうまさかね、みゆみゆさんの方からお誘いしてもらえるとは思わなかったから、ぜひじゃあお願いしますって言って、ふしきありがとう、組むことになりました。はい、割とみんなあれじゃない、な、意外なようで意外じゃないというかって感じじゃない？意外だった？今回いいコンビになりそう、ありがとう。そう、この機会にね、みゆみゆさんのね、素晴らしいダンスの技術もね盗んでいきたいですね。みんなみゆみゆに伝えたらどうする？私はみゆみゆさんのファンの方にも認めていただけるように頑張ります。まあ、まだとりあえず予選の段階なので、なんかまいちゃんにみゆみゆさんと組むんだけどユニット名なんだと思うって言ったら、なんか玉ゆら？ゆまた？ゆらたまみたいな感じで言われて、私のはちゃんと名前で言ってくれてるけど、みゆみゆさんはちょっと玉ねぎだとねいうふうに判断したそうですね。まいちゃんはつられるな、ちょろおただからな、みんなでも聞いてください、中国電力でじゃんけん大会があった時に、私とみゆみゆさん2人ともファンの人とこう当たってじゃんけんした時に2人ともめっちゃ強かったんですよ。だからいけるね、じゃんけんっていう話をねしてたんですよ。まあゆらたまでもいいか、略して皆さんのお好きなように呼んでください。楽しみ、本当。でもとりあえず予選を突破しないと何も始まらないので、とりあえず一旦握手会会場で予選突破できるように頑張ります。
そう、なんか私もこういろんなメンバーさんのユニットをこう発表されるのを見てって、意外なところが多いなとか思ったりとか。そうそうそう、あのパルトさんとかもさ、あの柔道つながりだったり、あのサッキーさんは釣りつながりだったりで、私とみゆみゆさんは声とかダンスつながりだったりとか、なんかみんなあの出身地とかいろいろつながりがあってね、面白いですよね。今回のこのじゃんけんだからこそ、そういうね、チャンスでもあるわけですから、ぜひね、今回でみゆみゆさんのファンの方にも知ってもらえるように頑張りたいと思います。そう、衣装作ってもらいたいけんね、頑張る。みゆら、いいね、ありがとう。クレープありがとう。愛媛ガールズはまいちゃんですよね。愛媛出身の4人組 VS 香川出身の4人組うどん娘、四国対決ですね。そこはユニット名をね、なんか私最初ゆらみゆとか言ってたんですけど、みゆみゆさんがパッて出してきて、それをゆらゆらやってきた甘い声をプレゼントするたいって言ってきて、あ、二人のキャッチフレーズを混ぜて撮るわと思って、 うまいわと思って、それにしましょうって言って長いけちょっと印象にも残るしね。あ、そう、横山由依さんのやつもね、ダンスユニット、うどん VS みかん、もうみかんうどんにしちゃえばいいのにね。みゆらいいね、みゆらゆらら、みゆら、そうだ、ほくろも共通点だね。予備選通るように頑張ります。いいね、ありがとう。いや、去年はさ、 STU は声打ちとか、あと何だったっけ、アリノンとか角石石とかあったよね。燃えた最強ユニット、ありがとう。オカリナのじゃんけん名何なの、気になる、すごそう。じゃんけんの練習しようね。2人枠結構多いですよね。3人とかが少ないのかな。じゃんけんの必勝法とかってないの。まあ、あったらこんなことなってないか。めっちゃもうお風呂入ったから髪からめっちゃいい匂いがする。覚えてる、私去年めっちゃ覚えてる、見てた。アドラシはダメだよ。決まってなく、意外。そう、なんか私的にはまだそんなにみゆみゆさんと詳しく話してないんですけど、もし二人で優勝することができたら、なんかなんていうの、小悪魔チックな可愛い感じの曲をやりたいんですよ。でもめっちゃ踊るみたいな曲が欲しいな。オカリナは略してもしドラ、それ見た。もしもドラさん地雷の岡田里奈が正統派アイドル、吉橋ゆずかちゃんとユニットを組んだらみたいなの、ユニット名だったよね、オカリナ。そう、おきちゃんはあれでしょ、パネーでしょ、ハンパネー二人でしょ、みかにゃんと。さやまるがゆらりん好きよってお昼の配信で言ってた。待って、さやまる、あかりも大好きだよ、伝えてくださいすごくない、覚えとった。あ、じゃんけんユニットか。
いやーさすがオカリナだわ。え、そう見て私もちょっと衝撃受けたんですよね。誰これと思ったらオカリナだったから、あオカリナかってオカリナならわかるわって。はい、そして今日はですね8月1日ということで8月の目標を決めようと思います。皆さん決めるの手伝って。ちなみに去年じゃないわ、先月の目標はフォロワーを4800人にするって言って、ショールームのフォロワーが4800人達成したら自分にご褒美でケーキを買って、達成できなかったファンの人の言うことを聞きますっていうふうに言ってたんですけど、今月はどんな目標にいたしましょうか。インパクトあるよねあのユニット名。ドラさん全員で組んでも面白かったよね。だるまありがとう。毎日髪型を変える、私短いからねあんまりできないんだよねアレンジが。フォロワー4890人すぐ達成できるよきっと頑張れば。それはゆかた配信しようか。ちょっと待ってね。なんかドアが開いた気がしたまいちゃんかな。バラありがとう。お、参加してください。ぜひ握手会待ってるけんね。多分マイキューだと思う。あ、あゆみさんの浴衣配信やばかった。やばかった。やばかった。あ、今日もマリーナさんの方から話しかけてきてくれて。そう、多分ね意外ともう私の心を開いてくれてるんじゃないかなって思ってる。浴衣配信はじゃあ企画配信しようか。だるまありがとう。そうか、じゃあどうしよっかな。私の話してた？マリーナさん。あ、七並べいいね。ごはんありがとう。クレープありがとう。ギターで一曲披露。急にありがとう。ギターで一曲披露。手をつないで話してた。かわいいかよ。いいね、ギターもいいね。待って、ギターと七並べいいかもしれない。カラオケ、カラオケ90点チャレンジとか、まあ、90点はいくか。かき氷機がねないんよね私の家。七並べで何位以内を目指すとか、七並べ16位以内にしようか。選抜だから。花火配信ってどうやってやるの。お、はじめまして、ありがとうございます。 STU48 ドラフト研究生のゆらりんことゆらあかりです。よろしくお願いします。そう、私配信後も今日もめっちゃずっと七並べやってるから、私今22位なんですよ自分のランキング。割と私にしてはいいと思う。じゃあまず一つ目が
並べ16位目指す。ゆらちゃん話しやすいって言ってくれてたの、嬉しい。なんか私子供を可愛がるようにね接してるからね。どうしたって、ちょっとね、七並べと、あと何が、あ、私いいねって言ったやつ何だったっけ。あ、カラオケだっけ。違うわ、カラオケじゃない、カラオケも行くけど、何だったっけ。あ、ギターだ、ギター、ギターで、ギター一曲披露する。浴衣配信ね、オッケー。浴衣配信するね。今日来て調べたらもうすでにみんな200位以下だった。本当に？私22位だけんね。あ、浴衣漢字間違えてた、危ね、見せる前でよかった。浴衣配信、浴衣配信をする。似てるって言ってた、本当に。ねえ、フォロワー何人にしよう。ショールームのフォロ、これ最後の目標にしよう。ショールームのフォロワー何人にしよう。先月何人から4800人になったんだっけ。で、結構きつかったな。何人からだったかな先月。ハートありがとう。6000？6000は無理だよ。5500だな。5500にしよう。高くするのはもちろんいいことなんだけど、高すぎるんではなくって現実味のある高めで5500で。今が4800人だから1ヶ月で700人増やすってことでしょ。多分達成できるかできないかのところを見るのがね、多分ね、楽しくない？今回みたいに。いいね、ありがとう。じゃあ5555にするよ。 OK、 いくかな、頑張るね。5555人。実際はそうだよ、500ぐらいが妥当なところだからね。本当に結構頑張ってるよ。5555、いや、もう5555にしよう。
カラオケ配信もできるようになるから、7日から。そしたらカラオケ配信もできるしね、頑張ろう。頑張りますよ。その分皆さんも結構今月だって7並べ16位以内もね結構しんどいんで、だって私前回私何位だったんだろう、20位か22位とか24位とかそこら辺だった気がするもん。ギター1曲はとりあえず弦を張り替えるところから始めようと。浴衣配信は浴衣を着る練習をするのと、フォロワーを増やすのは今月も頑張る。先輩と一緒に配信を何回かするとかはちょっとね、いろいろと難しいんですよね、許可とかが。だからそういうのは分からないから何とも言いません。23位だよ。23位22位21位20位19位18位17位16位、7位も順位上げなきゃいけないんだよ。やばくない？7位って。7人抜かさないといけないって相当頑張らないといけないね。どうやったらさ、質並べ配信はなんかしたいんだけど、するけど、なんかあんまり質並べ知らない人とかが来るとさ、それはなんかなんだこのよくわかんないなってなって、フォロワーが増えないことにもつながるし、難しいね。メールでこまめに宣伝するしかないね。バラありがとう。はつみさんありがとうございます。 SD48 ドラフト研究生のゆらりんことゆらあかりです。皆さんぜひ推しメンをゆらあかりにしてくださると嬉しいです。ハートありがとう。じゃん、クレープありがとう。そう、やってない方はね、常にちょっと暇な配信になっちゃうからね。カラオケ配信はね8月7日から解禁されるのでやりたいと思います。え、違うんよ、私は全体のランキングで16位以内を目指してるんです。私のランキングじゃなくって全体のメンバーのランキングで、だけん皆さんいっぱい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 やってください。して並べ一緒にやりましょう。私もいっぱいやってるので一緒にやろう。タコンありがとう。全体で そういうことだ結構無謀に近いけど18位にしとこう。いや、個人ランキングではなく全体で18位にしよう。18位、ちょっと16位は難しい。だって24位だよ今月。クレープありがとう。そうだよ、のんちゃんさんとかにかかんない、かあれ勝たないといけないんだよ。でも今私個人のランキングでは22位なんで、割とね、いい調子だと思ってる。クレープありがとう。え、今19位でもあれなの、どん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 ね、あの選抜組さんとか、あの私より人気な方々がたくさんいらっしゃるので、多分どん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 抜かされちゃうんですよ。今私があの結構あれだから、あれだけど、え、16位がいいかな。え、でも16位大丈夫かな。18位とだって4000万ポイント差があるんだよ。24位だったんだよ先月。多分1618いったらいい方だよ。カードが出ない。私今30まで落ちてるんだ。
だってのんちゃんさんとかほのたんさんとかもう越さないといけないってことだもんね。23位か。あーそう、さやまるを使ってあの HKT のファンの方にもやってもらうとかね、ありだね、あり。あの私称号福ちゃんのときめきなんですよ。18位でも相当すごいですよね。だって24位だったんだよ。6位も上げる。いや、これでいこう。よし、今月の目標決めました。ありよりのあり。8月の目標、8月の目標を決めました。個人ランキングを読み上げて競い合わせた。え、いいね、それやろう。毎週何曜日とかてか週に1回それやろう。いいね、みんながそういうの言ってくれるけんありがたいわ。そうしよう。今月の目標を決めました。せーの、ででん、七並べで18位以内を目指します。これは全体でです。メンバーの中で18位以内を目指します。そしてギターで一曲披露できるようにギターの練習を頑張ります。頑張る。そして浴衣配信をします。これは浴衣配信はね、夏らしいしね、やりたいと思います。そしてショールームのフォロワーを先月4800人目標してたんですけど、それから4900、4900、5000、5100、5200、5300、5400、5500、755人増えた。5555人フォロワーを目指します。これが私の8月の目標だ。僕はゆらりんの50位以内目指す。お、いいね。みんなもさ、吉並べ何位以内を目指すとか言ってさ、やってくれたら嬉しいな。はい、じゃんけん大会の勝ち抜きはもちろんだけど、努力でどうにかなる目標です。これは分身の達人。あと755人増やしますね。よろしくね。浴衣で1ヶ月配信じゃないわ。カード引いて。なかなかゆら出ないよね。でもわかる。私も10連ガチャ2回ぐらいしたけど、自分1個も出なかった。わかる。出てほしい。七並べはファンの方にも手伝ってもらって、でもその分私もいっぱい今からするよってメールもたくさん送るし、はい、あの七並べ配信もねちょくちょくしたりとか、皆さんがもっとやる気の出るような配信ができるように頑張ります。クレープありがとう。バラありがとう。クレープありがとう。っていう感じかな、今月の目標は。え、ゆらちゃんのカード4枚出たので、ありがとう。こんな感じで頑張りたいと思います。クレープありがとう。そして今月の目標達成のご褒美と罰ゲームを決めましょう。クレープありがとう。35枚も持ってるの。35枚、すごいね。
関門編しか聞いてないからって。こらこら、そりゃ絶対出ないわ。罰ゲームありますよ。私も先月も達成できなかったら罰ゲームしますって言ってた。チークがしゃべる。ギターは全然上手じゃないんですけど、まあ今月頑張ってみようかなって思って。ついで配信の予定はないです。ゲテモノはだって手に入れれないし調理できないし本当に無理です。ごめんなさい。メイク配信出た。ギャル、ギャル配信、え、ギャルになる配信って罰ゲームでいいの？マイキューに悪魔メイク全部いっちゃう。激辛カレー食べてほしい。いいね、激辛。私辛いの得意じゃないから激辛。石田みなみをガム、それはそれは絶対できない。ウクレレやってるの。え、ギャルはでも企画でやるかもしれない。ショールームの、なんか激辛な激辛料理を食べるにするね。達成したら何にしよう。私今別になんかそんな、なんて言うんだろう、何か食べたいとかそういう欲があんまりないんだよな。そう、私は多分10倍までしかできないですね、ココイチさんは。カレーじゃなくても激辛ラーメンとかね、なんか激辛のものを食べるにしますね。どうしよう、達成できたら何にしようかな。あんまり今欲がなくてな。ジンありがとう。カラオケ配信は普通の配信でやると思う。蒙古タンメン流行ってるよね。ありありあり。蒙古タンメン突破だ。マイキーにオーブン買って買えないもん、お金ないもん。こんばんは。え、じゃあ達成できたら、どうしよう。達成できたら夏だから、ハーゲンダッツにしよう。ハーゲン、ハーゲンダッツにしよう。ディッチに、
ました。大歓迎言ってないもん。リッチだよ、ハーゲンダッツ、ハーゲンダッツリッチだよ。リッチしか食べれないんだから、ハーゲンダッツは。ということで、達成できたらハーゲンダッツ、できなかったら激辛料理を食べます。ということで決まりです。これね、皆さんお付き合いくださりありがとうございました。皆さんのおかげで無事に決まりました。ダッツハーゲンなんて言わないよ。でもなんかみんなハーゲンダッツのことハーゲンハーゲンって言うじゃん。でも私はみんながハーゲンハーゲンって言うから、逆にあえてそこをダッツって言ってた。はい、え、漢字違う？嘘。違う？まあいいや、ハーゲンダッシュなんだ、すごい。それでは壇上を読みたいと思います。皆さんお付き合いくださりありがとうございました。激サチ、激サチ料理激辛ね、ごめん間違えちゃった感じよ。壇上読みます。第13位、ギャラドンさん、いつもありがとう。ギャラドンさんありがとう。第12位、ふきゅきふさん、お、壇上はじめましてかな、ありがとうございます。ふきゅきふさん、ふきゅきふさんありがとう。第11位、ハイドさんありがとうございます。ハイドさんありがとう。第10位よ、アットマークさん、アットマークさんでいいのかな名前、アットマークさん、わ、アバターかわいい、ありがとう、ありがとう。第9位、コバーありがとうコバーありがとうありがとう。そして第8位は朝間あと台湾、ずっと応援しますよ、ゆらゆら、ありがとう、シェイシェイ、ありがとう。第7位は翔也とあかりしか押せない、一緒に頑張って5555人達成させよう、ありがとうありがとう。そして第6位はひでアットありんこ族さん、ありがとうございます、ありがとう。ひでさん、ひでさんありがとう。第5位はひょうアットメリーポピンズ全押しさん、ひょうさんありがとうございます。七並べ、あの私用のアカウントも作ってくれてありがとう、ありがとうございます。そして第4位はゆまぽんアットゆらら、ゆまぽんありがとう、いつもありがとう、ありがとうございます。そして第3位はさらさん、ありがとう、さらさんありがとう。第2位は伝説のひでぽん、目標達成できるように頑張ろう、一緒に頑張ろう、ありがとう。はい、そして第1位はでで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 でジーンアットひらひらより最近ゆらゆらしてる、ありがとう。いいのかそんなことを言って、いいのかありがとうジーン、いつもありがとう。壇上の皆さんありがとうございました。はい、そしてランダム読みたいと思います。でん、ゆのちゃん、手を押せない、かつさん、ふみくんさん、ありがとうございました。ダメ、怒られる。それでは皆さんありがとうございました。8月も頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバーイ。
せーの、プチン、バイバーイ。